はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。 YouTube クリエイターののほんチャンネル TV です。加工していきますのでよろしくです。値段受けの延長つけてます。はい、入った。気ぃつけなさいよ。あ、こんなところでずっこけたら大怪我じゃ済みませんけんな。あとここ、あとここ入れないけんないけど、さあ、はい、298 OK。はい、今回のね断熱材の施工、言うても 3,4 枚ですけど、あーちゃちゃん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 、あーら4で毎日で終わっちゃいました。あはあは。まあこれね、あの化粧カップも含めてですけども、ちょっと多めに遊び取ってあります。ズボーって中に入れてやってもよかったんだけど、あの最後に乗るためのあれも作っといてやるとあかんということで、ちょっとこんな感じで収めてみました。まだねこのままやったら、あの断熱の、あの頭からネダの頭までまだクリアランスあるんで、この間に3機かましてちょっと調整したいと思います。あ、まあこんな感じですね。はい、なんとか収まりました。はい、今から刻み加工していきます。断熱材のね刻み加工に入ります。ちょっと微妙にこれほど。
で、よっこいしょ。どうだ、これ、これか。これ分ほど。こんな感じですね。はい、なんとか収まりました。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。いかがでしたでしょうか。即席で仕事帰りにバカバーンってやってみました。はい、そんなこんなでね、はい、次回はここに、ここの一畳半のとこに捨て張り貼っていきたいと思いますんで、次回の動画お楽しみといったところで、皆さん次回楽しみにしておってね。レディゴー。